ガンビーは緑色の粘土で作られたヒューマノイド。またはそれを主人公とするアニメーション。このアニメは35年間にわたって233のエピソードが放送されており、人気長寿番組となっている。ガンビーのサイドキックとしてポーキー、その他にブロックヘッズ、プリックル、ガンバ、ガンボ、ミンガ、デナリーなどのキャラクターが登場する。ガンビーに登場する。 代表的なサイドキックがポーキーである。このキャラクターの声優はアートクローキーとダラス・マッケノンが担当した。ブロックヘッズは赤い体に四角い頭の二人組である。いたずら好きでいつも物を壊して回っている。ブロックヘッズはカッツェンジャマーキッズのいつも他人に迷惑をかけているという点からインスピレーションを得て生まれたキャラクターである。その他には ガンビーの飼い犬である、ノーピーとしか答えないや、時玉、シャーロック・ホームズのようなパイプに、鳥打ち防止の探偵衣装で登場する黄色い、恐竜のプリックルなどもいる。さらには、青い玉を吐いたり体の形を自在に変えることが、できる青い空飛ぶ人魚のグー、ガンビーの母であるガンバ、同じくガンビーの父である、ガンボ、途中のシリーズから、 新たに加わったガンビーの妹民画、そしてマストドンのデナリーなどのキャラクターが登場する。メディアを再生する群馬市や南カリフォルニア大学の学生アートクローキーによって作られた。1950年代初めのアートが南カリフォルニア大学の映画学校を卒業した直後から彼の妻ルースと本格的な創作活動をスタートさせた。 1953年に3分余りのショートアニメ、群馬シアが初めて作られた。ディズニー作品のファンタジアのパロディ音楽に合わせて、粘土がシュールな挙動をしたり、広がるような動きをするのが特徴的である。この群馬シアではアートが在学中に学んだ、キネスティックフィルムプリンシプルズが取り入れられている。この手法は、マッサージング・オブ・ザ・アイ・セルズとも言われるもので、 このカメラ動作や編集の手法は多くのガンビーの作品に見られる。1955年、クローキーが映画プロデューサーのサム・エンゲルに群馬シアを披露すると、エンゲルはクローキーにもっと人形の数を増やして技術に磨きをかけるよう進めた。その後、最初の作品と新たに制作された2つの作品を加えた3つの エピソードを NBC の子供向け番組、ハウディ・デュディで放送するという話が持ち上がった。2番目のエピソード、ガムビー・ゴーズ・ツー・ザ・ムーンに対して NBC の幹部から放送に反対されるなどの出来事はあったものの、3つ目のエピソード、ロボット・ランパスが1956年8月に放送され、ガンビーのテレビデビューは成功に終わった。その後、1957年から ガンビーとしての単独番組が放送されるようになった。ガンビーをクローキーが考案した背景には妻が作るジンジャーブレッドマンの影響があった。緑色となったのはクローキーが好きな色であったからである。足が幅広い作りとなっているのは撮影時に立てておきやすいため、また頭の形は彼の父親をモデルとしている。当初のシリーズでは 女性キャラクターの声優にはジニー・タイラーやナンシー・ウィブルが起用されていた。その後は1961年から1963年にかけて新シリーズが放送され、このシリーズではダラス・マッケノンがガンビー役の声優となった。さらに1966年から1968年にかけても新シリーズが放送されたが、この時には ノルマ・マクミランがガンビーの声を担当した。1980年代になるとオリジナルの短編がテレビやホームビデオで復活し楽しまれるようになった。これがきっかけとなり、新キャラクターのミンガとデナリーも加えられた新シリーズが1988年から制作された。ガンビー役の声優には再びダラス・マッケノンが起用され、ガンビーは友人たちと共に、 おもちゃの国を飛び出し、ロックバンドを結成して、成功を収めるという野望を抱いて新たな冒険を始める。1980年代のシリーズ内でも以前の旧シリーズの映像、音声が部分的に登場しているが、この時に制作されたサウンドトラックでは、音声は全て再録音されたものを使用し、楽曲もジェリー・ガーバーが作曲したものに差し替えられた。 この他にアートクローキーは映画産業にも間接的ではあるが影響を与えた。この1980年代のシリーズに関わったスタッフのうちの幾人かは後にピクサーやディズニーなどへと移り業績を上げている。1987年に映画ザ・プッペトン・ムービーにガンビーは登場した。1995年にはガムビー、ザ・ムービーが公開された。 これが、ガンビー初の長編の冒険となった。この話で、悪人のブロックヘッズは、ガンビーのバンドをロボットと入れ替え、犬のローベリーを誘拐してしまう。また、作品の中には、スターウォーズシリーズ、ターミネーター、2001年宇宙の旅といった、SF 作品を連想させるジョークも織り交ぜられている。1992年には、 ニコロデオンとカートゥーンネットワークからガンビーのエピソードが再放送された。アメリカ議会図書館は1994年から1995年にかけてガンビーを喋るキャラクターとして採用していた。ショーの内容はガンビーが本の中に飛び込み、本の世界を現実世界のように追体験するというものであった。1990年代の終わり頃には、 ガンビーとポーキーがシリアルのコマーシャルにも登場した。二つのシリーズのほとんどのエピソードが家庭向けビデオや DVD として視聴可能である。2005年8月、ナムコからガンビー初のビデオゲームがゲームボーイアドバンス向けに発売された。内容はガンビーがブロックヘッズとその一味にとらわれたポーキープリックル。 グーの三人を救出するというものである。2005年の夏には、ニューヨークで、シディーパーカイブスアニメーション主催のイベントも催された。このイベントでは50年分余りに及ぶ、様々な小道具、ストーリーボード、台本などが展示され、その他にもガンビーが誕生してからの間に作られた玩具、ガンや、エディマーフィが、サタデーナイトライブの中で身につけたガンビーのコスチュームの、 複製品などの記念品が公開された。その中でも特に注目を集めたのは、テレビコマーシャル、ガムビー VS ザ・アストロボッツで実際に使用されたセットであった。カリフォルニア州サンフランシスコにあるスタジオ Z で、アートクローキーも招いて、ガムビー S50th birthday party を開催した。パーティーでは、ケビン・ミーニーによって招かれたバンドのスマッシュマウスや、 リモー,ターが演奏を行ったこのパーティーとコメディの企画は、コメディ作家で、ステージディレクターでもあるマーティン・オルソンと、ガンビーのクリエイティブディレクター兼作曲者の、ロバート・エフトンプソンによるもので、プロデュースは、マイジング、リンクメディア・ベンチャーズ及びクローキー・プロダクションズ。2006年には、ジョージア州アトランタにある、人形芸術センターにおいて、これまでで、 最大規模のクローキー及び、ガンビーに関する展示が行われた。ガムビー、アートクローキー、ザ・ファースト・フィフティー・ヤーズと題された、この催しでは、作家で、アニメーターでもあるデイビッド・シェーブが主人を務め、100体を超える人形や1980年代テレビシリーズのオリジナルのセット、そして1990年代の長編劇場版のフィルムが特に目玉となった。 この展示会は2006年8月から2007年3月まで開催された。ボブ・バーベンは作画担当のリック・ギアリー、彩色担当のスティーブ・オリフ・トランス・ボルド、編集担当のメル・スミスラとワイルドカード・インクを出版元とするコミック版ガンビーを執筆し、2006年7月より観光が開始された。2007年にはこのコミック版ガンビーが アイズナー賞を獲得している。ガンビーの画像やガング類についてはプリマトイカンパニーの登録商標となっている。ガンビー動画についてはプレミビジョンが配布権を有しておりクラシックメディアのライセンスも取得している。2007年3月16日、YouTube はデジタルリマスターを施してオリジナルの楽曲や音声を使用したガンビーの 全エピソードをノーカットで配信することを発表した。その後、AOL を含む他の映像配信事業者も同様の契約を交わしている。2007年3月、カリフォルニア州サンフランシスコのテレビ局、KQED テレビは自社番組、トゥルーリー CA の一環として、ガムビー・ダーマというガンビーに関する1時間のドキュメンタリーを放送した。 2010年1月8日、ガンビーの生みの親であるアートクローキーがカリフォルニア州にある自宅で自然死した。これまでに様々なガンビー関連商品が生み出されてきたが、最も代表的なものは可動式のフィギュアである。数種類の単数パックや複数セットがジェスコより発売された。また、同社からはガンビーの複数のキャラクターを フィギュア化した50周年記念コレクションも発売された。他に発売された商品としては、ぬいぐるみ、キーホルダー、マグカップ、1988年に発売された、カラーフォームセット、1995年に、トレンドマスターズより発売された、プレイセット、そして、メディコムトイのキューブリックが挙げられる。1989年には、ブエナビスタレコーズから、 トリビュートアルバム、ガンビーが発売された。上海万博公式マスコットの、解放中華人民共和国で開催されていた上海国際博覧会の公式マスコットである、解放は、ガンビーの盗作ではないかという疑惑が浮上しているが、中国側は、完全否定している。ありがとうございます。